この領域に集いし、一騎当選万夫不当の英霊たちよ。相入れぬ敵同士であろうと、今は互いに背中を預けよ。我が神明はジャンヌ・ダルク、主の皆のもとに貴公らのダルク。ごめんなさい、自分のセリフに感極まって泣いちゃった。あまりにかっこいい。こんなにもかっこいい FGO のアニメが始まりますよ。これって原作知ってる前提な感じのアニメですか？だったら私アイドルとシャンシャンする作業に戻ります。原作知らなくても楽しいんですよ。待って待って、あ、またあの夢か。主人公、サーヴァントを仲間にするには召喚を行うの。アリテに行っちゃうとガチャね。ガチャ、やっぱりガチャあるんですね。ええ、召喚にはフレンドポイント召喚と聖召石召喚があって。ガチャガチャ、またガチャが回せる。やった、回せるの。ガチャガチャ、やったやった、回せる。やっほー、ガチャガチャ、宇宙でガチャいっぱい回すの。ここへ来る前に一体何が。ガチャガチャ回せるの。本番のサッカーはレベル高いな。先輩、新イベント中に何を遊んでいるんですか？あ、メンテ開けた？最近はメンテも減ってきてるじゃないですか。怒らないでよ。最近構ってあげてないからって。そういうことじゃなく、お詫びに二人きりでドライブにでも出かけようか。メンテ開けまでのちょっとした空き時間を有意義に過ごそうよ。いや、だから人生は短いんだから、もっと気持ちよくなろうよ。な、いいよ。ラララライ。 FGO は本当に面白いな。あいた、休みサーバントゲットだぜ。やめてください、そんな方法でサーバントはゲットできません。それにこれガチャの空き容器じゃないですか。いっぱいあるから。流行り物に乗っかる暇があるなら FGO をしてください。ノリ悪い。だったら他のサーバントをゲットしに行こうかな。もっと素直で可愛い子。先輩、もう一回やらせてください。次はちゃんとゲットされますから。そんな予備譜から星子サーバントが、こんなことってあるのか。まあ確率の問題だし、今までいくら課金しても出なかったが運が悪かっただけか。ガチャを悪い文明として破壊するつもりだったが、少々大人げなかったかも。賄賂ですよ、賄賂。え、面倒な輩に甘い汁を吸わせて垂らし込むという作戦ですよ。アルテラさんみたいな面倒くさいのは賄賂で黙らせとけってことです。やはりガチャは悪い文明、粉砕する。近未来の FGO へやってきた。果たして FGO が繁栄に値する文明かどうか見極めるとしよう。あ、チミドロ。うわー、ユーザーが殺し合いを繰り広げている。皆さん頑張ってください。上位10名には限定星6サーバントあげますよ。ランキング実装およびイベントランキング上位報酬。ゲドウが FGO は悪い文明に決定。寝てる時にお腹の上に何か乗ってると怖い夢見るよね。ほとんどい。アストロフォちゃんは可愛いな。ありがとうマスター。アストロフォちゃんは気づかせてくれたんだ。強さとか使い勝手とか効率とかどうでもいい。自分が可愛いと思った子を使うのが何より大事なんだ。でもマスターは僕をパーティーに入れてないよね。使ってほしい。うん、使ってほしい。じゃあもっと感情を込めておねだりしないとな。マスターに使ってほしいよ。もっと何より構わず、辛抱たまらん感じで懇願するんだ。僕も我慢できないよ。今すぐ好きに使って。よし。アストロボちゃんにこの聖杯を使いたい。その服の下で8切れんばかりになってる才能を丸出しにしてあげたい。
しかしいいのか、数少ない聖杯をここで使ってしまっても、ひょっとしたら星5限定のアストロフちゃんが登場するかもしれない。あはははは、僕は君の剣。その時まで聖杯をお預けだ。では堅苦しいので、今回はみんなでマッシュのテラリアごちそうになりますよ。ゲストはセイバーの2人です。お待たせしました。庭で採れた天然の氷で新鮮なかき氷を作りました。おいしい、さすがマッシュ。よかったらシロップかけてくださいね。フェイト関連作品を今後もよろしくお願いします。この聖書編を巻き石の代わりに。悪い文明はいないか。あ、あれは聖書石って、ああやって生えてくるのか、知らなかった。後で堀に戻ろう。助けて。聖書編ってあるじゃないですか。もちろん知っている。あれ、七つで聖書石になるってちょっと妙じゃないですか。あれって聖書石の角の部分が聖書編に相当するんだと思うんですが、でも角は八つあるから聖書編は最低でも八つ必要ですよね。ひふみ四個。あれ、私難しいことを言いました。黙れ。算数は悪い文明だと何度言ったら。まあ皆さん、私の真実を教えてあげましょう。本来八つ必要な聖書編の足りない一つ、神からの賜り物、つまり運営からのプレゼントなのですよ。なるほど。皆さん、運営を称えましょう。こいつの話にしてたらまずいな。バトルが難しい。体力ゲージが 2,3 本ある敵と戦うのが精神的に辛い。推奨レベル90超えの表示を見るだけでモチベーションが下がる。マッシュ、バトルの必勝法を教えてあげましょう。石を割ればいいのです。割り続けるのです。コンティニューし続ければほぼ 100% 勝利できますよ。おやめなさい。石はガチャのためだけにあるのです。ガチャを回すのがあなたの数少ない楽しみなのですから。私たち初心者は気楽にマイペースで FGO を楽しみましょうね。私たちほのぼの系 FGO 女子。ああ、ぼーっとしてうっかりスキル使う前にカード選択画面に入っちゃった。言っちゃいました。あるあるです。ああ、ぼーっとしてうっかり敵が回避状態なのに宝具攻撃しちゃった。失敗失敗。おや、イラッとしてます。してません。だって私たちほのぼの系 FGO 女子。あ、やばい、スタミナが溜まってるわ。え、それ今やることですか。3回くらい周回したら終わるから。私と遊んでいる最中ですよ。せめて1回でしょう。5、6分で終わらせるからいいじゃない。待ちなさいよ。もういいです。一人で遊んでなさい。またソシャゲによって一つの友情が破壊されてしまいましたね。私は悲しい。本当ならこの後お泊り会の定番ランジェリー枕投げが始まるはずだったのに。 FGO は一刻も早くバトルスキップ機能を実装するべきです。主人公いる？空いてますよ、どうぞ。ちょっと。やだ、もう女の子の部屋にノックもなしに入ってきますか普通。
あなた返事したじゃない。また VR マシやってたの？あんなものはもう古いです。今の流行りは VR 第2弾ですよ。ご覧ください。 VR オルガマリーかしら。これってマシュ、あなたよね。これを見ながら私自身が理想の魔女になりきるという高度な遊びです。あ、先輩好きです。症状が悪化してるわ。魔女、あんたが、私は魔女じゃないったら。たとえ VR でも魔女は魔女だよ。助けて社長。魔女、先輩。この食感の再現度、時代はここまで来てたのか。ダメです先輩、こんな公衆の面前で。何よ、さっきまで私を追いかけてたのに。そういえば定期面ってなくなったそうですね。日々サービス向上してるみたいですね。そうだな、いい文明だな。一生もらえる機会が減るじゃないか、ゴミどもめ。余計なことを。私の中の悪魔が、たまれ。これはいいことなんだ。まあそんな簡単に不具合に対処できるなら誰も苦労しないでしょ。彼らはきっと今後もやらかしてくれますよ。そうかな。そうだよな、困ったやつらだ。石ってそんなに欲しいものなの？サンタさんだ。私たちクリスマスに欲しいものをお手紙に書いたの。どれどれ。ああ、どれも難易度が高いな。特にゲーム機は半年以上前から近所の家電量販店で抽選販売にエントリーしているが、未だに入手できない。ゲームばかりやっていたらバカになるぞ。本を読みなさい。本をあげよう。本は間に合ってるわ。何か他に欲しがりそうなものは。そうだ、君たち子犬は好きかな。君たちだけでちゃんとお世話できるかな。うわー、できるよね。子犬飼いたい。所詮は子供。わんぱくでいいですね。子供の扱い上手ですね。良妻にして剣舞を目指してますので、いずれ自分の子供を持つかもしれませんし。おやおや、誰との子供なんですかね。もちろんマスターとですよ。マスターのように素敵で優しい人と家庭を支えるのが夢なんです。タマモさんのマスターって本当に私と同じマスターですか。え、他にマスターがいますか。皆さん、今年の FGO スペシャルはいかがでしたか。今年も所長の面白い映像はありましたか。先輩、それどころではありません。バニアンさんが暴走して大変です。シンプルすぎる方向演出にお怒りなのだ。今更ですか。っていうか、それって先輩の願望だったのです。私だって豪華な方向演出が好きなんだ。でも、休会のために見てたらもうお腹がいっぱいになっちゃうでしょ。わからない、ウエちゃん。バニアンちゃん、静まれ、静まりたまえ。今回の収録ついでに追加ボイスを収録してもらうから、それで許してくれ。ダメだ、怒りで我を忘れている。よし、スキットに強力なサーバントを呼んでくる。お願いします。お待たせ。早いですね。やっとこの魔女を連れてきたよ。困ります。先輩、今日まで積み重ねてきた歳月の全てが今の魔女を形作ってるんだよ。さあ魔女、見せてくれ。モデル力の全てを。バニー、いや、仕事納めがなすび尽くしたなんて幸先がいいですね。皆さんも明日はなすびの初夢が見られること間違いなし。それでは皆さん、良いお年。